こんにちは。こんにちは。はい、MJWS です。です。はい。今回の投稿は、ちょっと以前から私が気になってた、うん、iPhone を使ってみて、撮影から投稿まで、比較して、実際どういうふうに違うのかなっていうのを今日は流して、見たいなと思ってます。はい、iPhone でも一応 4K っていうモード、みたいなのがあって、設定できたりするんですよね。そうですね。ちょっと、どこで設定するかちょっとおさらいしてもいいですか？はい、ちょっと私の今これプライベートの自分の iPhone なんですけど、はい、ちょっとこれで 4K モードって実は使ったことなくて、ここに今出していただいているのが、そうですね、スクショで出しました、ね、はい、とちょっと設定やりますね。設定から、よく見たら 4K もなんか3パターンぐらいあるんですね。そうですね、もう簡単に言うと、はい、4K とか 1080p って書いてるのは、解像度というか画面のサイズみたいなものなんですよ。で、その後ろに FPS って書いてあるんですけど、簡単に言うとコマです。1秒あたりに 何枚の画像を流すみたいなイメージで捉えてもらったらいいですね。で、YouTube とかだと今 60fps が一般的なので、60で撮っとけば問題ないです。120とかも中にはあるんですけど、例えばスローモーションで表示させたいとき、60とかだとコマ数が足りなくてカクカクしちゃうんですね。そういう場合120を使ったりもします。なのでこの場合でいくと 4K60fps って書いてあるのを選択しとけば、データの容量自体大きくなりますけど、どんな動画でも対応できるというか、安心設定というイメージで考えてもらえればいいと思います。で、あと私の方で、一応ちょっとこっちの画面なんですけど、私の iPhone の容量このぐらいなんですね、今。64GB の iPhone で、はい、使用可能が 11.84GB。はい。はいはい。これでも動画作るぐらいの容量としては大丈夫そうですかね。そうですね、全然問題はないと思いますが、はい、iPhone 主体で動画投稿される方については、もう初めから100以上、今何本があるんですかね、64GB のベッド。その倍々みたいになっていくんですかね。11GB だとちょっと心もとないかなっていうイメージですね。そうですか。ちょっと試しに、今回は普段私たち一眼で撮ってるんですけど、ちょっと iPhone で撮って、実際にちょっと投稿するっていうところを、画質とか音とかがどう変わるかっていうのを見てもらえればいいかなっていうところと、ちなみに今撮ってるものとの比較だと思うので簡単に紹介させてもらうと、はい、今ここを撮影 させてもらってるのはキヤノンさんの EOS R6 っていうタイプの一眼レフカメラで撮ってて、はい、レンズは単焦点の、35mm とかあったかなっていう単焦点を今はめて撮影をしてます。なのであくまでこれとの比較ってことなので、そこら辺了承の上見てもらえればいいかなと思います。はい、じゃあちょっと早速セットしてきていいですかね。はい、切り替えましょうか。はい、えい、じゃーん、じゃーん、こっから iPhone です。はい、はい、ちょっとこの時間せっかくなんで iPhone の話って言ってもどうしましょうか。iPhone の知識ないからお願いしたいんですけどね。iPhone って本当薄いですね。そうですね、私の iPhone はもう結構前に買って iPhone8 プラスなんですよね。はい、もう2年半ぐらい使ってますね。ちょっとそろそろ新しい iPhone に変えたいなと思いながらも、ちょっと今回投稿 iPhone でできちゃうんだったらもうちょっと我慢しちゃおうかなっていう。ちなみに今ここマイク見えてるんですけど、これ一眼レフに接続しているものなので、今音声は単純に iPhone で拾っている音声だと思います。ちょっと今ね撮ってるから分かんないですけど、どのぐらいの差があるかっていうのを見比べて、ちょっと自分たちもね音声どのぐらい違うのか、どうしよう iPhone の方が良かったらみたいな、悩ましいですね。結果はちょっと
ちゃんと後でここになんかこう箇条書きみたいなのを簡単に感想書きますかね、うん、そうですね、あとあの画角というかこのサイズ感が異なるので iPhone の方がだいぶ手前というか私たち寄りに今三脚立ててるような感じになります。ちょっとどんな感じかだけ、うん、はい、裏側はこんな感じで撮ってます。iPhone と右側に一眼と、あと一応あのこのマイクは今回使ってないんですよね。それ使ってないですね。はい、こんな感じで2台で、普段は右側の1台だけで撮ってるんですけど、今回は iPhone で撮ってみたいということでちょっと設置してみました。ちなみに iPhone って今ナンバリングでいうと何番まで出てるんですか？ナンバリング13とか最近ですね。あ、13、うん、9月ですね、うん、はいはい、なんか後ろのカメラが結構3つぐらい、うん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 、ごつい感じなんですけど、うん、もうちょっと頑張って働いてから買おうかなと思います、うん、僕多分あの一番初期の iPhone から入った組なんですよ、うん、船みたいに机に乗せるとこうニュンニュンって動くタイプの、うん、今13まで来てるんですね、うん、11年2年ぐらいの歴史に、ね、なってきたけど、それでもね、うん、本当に変わってきてますもんね。すごいですね、うん、今 4K 撮れますからね、こうやって今撮れてるのかな、うん、ね、ちょっと顔とかも極力隠したくなっちゃいますね、毛穴とかそういうの4K ですからね。まあ、今までやってたやんって話ですもんね。じゃあそろそろちょっと元のやつに切り替えようかなって思います。うんうん、そうです。だいぶちょっと音声を意識してバーって喋ったんで、ちょっと比較もう一回後でバーって喋ります。ちなみに今 iPhone に撮ってるので、はい、まあ、ちょっと確認しながら切り替えるとき見ていただきたいんですけど、はい、あのどうしてもカメラの撮影って光が必要なんですよね。で一眼レフの場合で光が足りないと ISO 感度っていうのをどんどん上げていって、まあ、映すようにあのカメラ側が制御してくれるんですけど、その代償として、まあ、画質がすごい荒くなっちゃうっていう代償があるんですけど、 iPhone とかやっぱセンサーがものすごくちっちゃいので、センサーの話はまた今度詳しくしようと思うんですけど、そうですね、小さいのでコンピューターで画質というかですね、あの明るさを調整している関係上、まあ今部屋とか部屋の電気だけで撮影してるんですけど、うん、この状態だと多分画質かなり 4K でも荒いと思うんですよね、うん、まあ、この後データ映すんでそれから見てみたらいいんですけど、あのその反面一眼レフってセンサーサイズが圧倒的に大きいので、携帯とかに比べると、うん、まあ、なんだろう、照明とか準備しなくてもある程度撮れるっていうところがあるからですね。今 iPhone で撮ってますけど、これとこの後一眼に切り替えた時の、まあ、質感とかいうのもまあ比較してみていただけたらいいですね。そうですね、うん、見たいですね。そうですね、はい、ということで一回また変えます、うん、よいしょ。はい、一眼に戻ってきました。はい、おかえりなさい。はい、計測っていうかさっきの録画時間は、うんうん、6分49秒、はい、撮りました。もともとさっき私の残ってた使用可能容量が 11.84 で、うん、はい、で実際使ったのがですね、8.23GB、うん、はい、があの今回使われてました。使った容量ですか？ 8.23 も使ってますよ。 2.83 ですね。でしょうね。 2.83 ですよね。 2.83 頭悪くなったのかと僕がすごい使ってるの。算数ね、うん、算数の問題、はい、2.83、はい、6分49秒で 2.83GB ぐらい使ってるってことですね、はい、まあ、3ギガいかないぐらいだけど、そうですね、1分あたりコンマ4ギガぐらいは使うってことか、最低でもね。うん、失敗できないですね。じゃあできないですね。このだけ、64GB のパターンでいくんであれば、はい、まあ、常に容量を空けておくか、うん、まあ、iPhone 買い直した方がいいかもしれないですね。そう、
そうですね、しょっちゅう撮らないと。そうですね、一発勝負ですね。一発勝負はちょっときついかな、効率悪すぎるかもしれないですね、うんうん、っていう、まあ、ちょっと実験の結果が出ましたね、うん、面白いですね、はい、まあ、ちょっと私たち今撮影このまま撮り続けてるから実はあの、うん、結果は知らないんですけど、うんうんうん、ちょっと今ここにあ、こんなに違うんだっていうのは出します。はいこんなに違うんですね、画質がね、うん、こう縦に割って並べた方が見やすいかもしれないですね。じゃあちょっと勉強します、ね、うん、この後の編集が編集の人が頑張ってるでしょう今頃はい、はいはい、ちょっと今日はあの、まあ、iPhone と一眼レフでの動画撮影を、うん、まあ、してそれを投稿するっていうところまでの比較、投稿はすでに撮影までですね、はいはい、ありがとうございます。あれって思われちゃう、はい、比較したっていう話でした、うん、はい、じゃあ今回はここまでとさせていただきます、はい、はい、どうもありがとうございます。